リベラーチェ、リベラーチェ、リバラチェ本名、和ュ・バレンティーノ・リバラチ、VWDUV、リットル NTI の LBRT、1919 19年5月16日から1987年2月4日は、アメリカ合衆国のピアニスト、エンターテイナー。派手なコスチュームプレイで大衆の人気を博し、世界が恋したピアニストと呼ばれた。 ウィスコンシン州ウェイストアディスに住むポーランド系アメリカ人の音楽一家に生まれ幼少時からクラシックピアノのレッスンを受けた。わずか7歳の時には大ピアニストとして知られるイグナツィパデレフスキに演奏を絶賛されたという。その後大教皇による不況の影響を受けて本格的なクラシックピアニストの道を諦め、1930年代には ポピュラー音楽の分野に転じ、ナイトクラブやキャバレーで演奏し、一家の生活資金を稼ぐうになる。なおこの頃、ウォルター・バスターキーズ、ワルテル・バスターキスというステージネームを使用していた。1940年代に入ると、ナイトクラブでのクラシックとポップスを融合した演奏が評判を博し、アメリカ各地のナイトクラブで演奏を行うようになる。またこの頃、 リベラーチェというステージネームを使用するようになった。その後1947年にロサンゼルスのモキャンボなどの高級ナイトクラブで定期的にショーを行うこととなる。リベラーチェの高い演奏技術とショーマンシップはこれらの店の顧客のクロリアス・ワンソンやクラーク・ゲイブルなどのハリウッドの大スターの間で高い評判を得てその後のテレビや映画の出演につながることとなる。 1950年代に入ると、当時アメリカ国内に普及し出したテレビの人気番組に多数出演し、全米で広い人気を得る。またこの頃、ホワイトハウスに招かれ、音楽好きで知られたハリー・エストルーマン統領の前で演奏した。その後ネバダ州ラスベガスで定期的にショーを開催するようになる。その後リベラーチェはアメリカだけでなくイギリスの テレビ番組や映画にも多数出演し、ヨーロッパ諸国でも高いアイドル的人気を得て、その人気の絶頂期には1週間に1万枚のファンレターを受け取るほどになった。リベラーチェを全米のみならず、世界的スターにしたのはそのピアノの演奏だけでなく、豪華で派手な衣装と派手なステージ、そしてエドサリバン賞やパーソントパーソなどのインタビュー番組やバラエティ番組で覗かせる企作で、 社交的な人柄であった。なおこの頃すでに同性愛者であったものの、保守的風潮が支配的であった当時のアメリカでは同性愛者であることはタブー視されていたため、あえてテレビ番組で共演した女優とのゴシップを演したり、テレビ番組のインタビューでは結婚する場合の理想的な女性像を語るなど異性愛者であることを装っていた。それまではコンサートの際や、 テレビ番組に出演する際は地味なスーツ姿で通していたものの、1960年代以降、アメリカの大衆文化から保守的傾向が薄まると、共にリベラーチェのステージとその衣装はどんどん派手さを増していった。特にその派手な衣装は、世界的に有名で、極端に立った襟を持つ金ピカの上着に、孔雀の羽をふんだんに使ったキっチゅうな衣装は、その後、エルビス・プレスリーや、 エルトン・ジョンなどのリベラチェと信仰のあったスーパースターに大きな影響を与えた。またライブステージの演出も衣装同様過剰なオーバーデコレーションで白いピアノや古風な食材、本物の高級車、挙げくは噴水まで駆使して派手なステージを作り上げた。このようなリベラーチェの演出、ステージプレイのおかげでアメリカでは1960年代以降派手、 でゲ・ボンガーク趣味の代名詞としてしばしば、リベラーチェが引き合いに出されたほどであこのためクラシック愛好家をはじめとする、いわゆるインテリ層からは眉を潜められる存在であった。しかし、メディアの影響を受けやすい、一般大衆からはその華やかさで広く、人気を得た。とはいえそのピアノのテクニックは、評価が高く、生前。 エルビス・プレスリーは、リベラーチェの音楽的才能を深く尊敬していると、語っている。リベラーチェ本人も、ステージプレイの一環としての、悪趣味は強く自覚していたようで、1968年の、バッドテイストな映画、ラブド・アン・ザ・ラベド・ワン、トニー・リチャードソン・ただしでは、派手なンオケを愛想よくセールスする、葬儀社員という、セルフパロディ風の悪趣味な役を演じた。 1980年代に入っても高い人気を保ち続け、その活動は、ラスベガスヒルトンなどでの定期ステージのみならず、様々な映画への出演や、サタゲーナイトライブや、オプラウィンフリー用などの人気テレビ番組、さらには、レッスルマニアでのタイムキーパー役など広範囲にわたった。1982年には、リベラーチェの元専属運転手で恋人でもあった、スコット・ソーソンから、 過去の交際に対する医者業の訴えを起こされることになった。同性愛者であることを隠したかったリベラーチェは、ソ,ーソンとの過去の交際そのものを否定し、さらに同性愛傾向を隠すために、私はつくづく女好きだなどと公言したものの、その後1986年に7万5千ドルをソ,ーソンに支払うことで、法廷外で和解した。この頃リベラーチェの体は、 高天性免疫不全症候群、AIDS によって蝕まれていたものの、同年の11月には、ニューヨーク市のラジオシティミュージックホールで21日間に渡るステージを行った。このステージがリベラーチェにとって最後のステージとなった。また、最後のテレビ出演は、同年のクリスマスに放映された、オプラウィンフリー賞であった。 1985年にエイズにかかっていることを知らされて以降治療を続けていたが、1987年2月4日にカリフォルニア州パームスプリングの別荘で死去した。67歳。死因はエイズであった。墓はハリウッドヒルズのホレストローン墓地にある。死後も高い人気を保ち続け、様々な形でメディアに取り上げられている。 2009年にはロンドンのデパートセルフリッチズで開顧展が開かれたほか2013年にはテレビ映画恋するリベラーチェが放送された。なお生前のリベラーチェの衣装やキャデラックやメルセデス・ベンツ、ロールス・ロイスやブラドレイ・ GT などの特注の愛車、ピアノはラスベガスにある博物館に展示されていた。また博物館内には 生前の住居の一部が実際に使用されていた家具と共に再現されていたが、同博物館は2010年10月に閉館した。その後2013年には2014年に博物館が再オープンすると発表された。リベラーチェの音楽的傾向はクラシックからポップス、ジャズまで幅広かったが、全体としてはアメリカの一般大衆に受け入れやすい、通俗的なセミクラシック。 ムード音楽、イージーリスニング系のピアニストというのが実態である。上記のように、その才能と技術はクラシックの専門家から高い評価を受けていたが、派手な衣装とステージ、そしてこのような大衆迎合的な音楽的傾向から、一般のインテリ層からの評価は低かった。派手な衣装と同じくらい派手な私生活で知られており、常に、 エンターテイメント業界でその名を取り沙汰されるパーティーの常連でもあり、そのために1950年代よりアメリカやイギリスの大衆向けシップ氏の常連であった。また、同性愛者であり、そのことは1970年代には周知の事実となったが、そのことを死の直前まで本人はひた隠しにした。上記のように同性愛者と報道したゴシップ氏や、 元恋人と何度かトラブルを起こしており、訴訟沙汰になることも多かった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。